はい、ハルです。今回はね、透明水彩を使って温かで爽やかな絵を頑張って描いていこうと思います。で、最近ね、字幕をつけるスタイルの動画をよく投稿しててですね、まあぶっちゃけこれどうですかねどうですかってことをちょっと聞きたくて、字幕をねオンオフ機能することでよりね画面が広々見えるかなと思いました。まあ、もしよかったらね教えてください。はい、そんな感じで今回はね寒色です。もう青とか紫ブルー系をねたっぷり使っていきます。ちょっと前の動画で私はね今年寒色を極める年にしたいっていう話をしてて、まあ、海とか空とかっていうのをもうとことんね描いて青色をマスターする2022年にしたいと思っております。まあ、このスタイルのねイラストは過去に結構描いてきたんで、描き慣れてるといえば慣れてるのかもしれないけれども、やっぱりね何回描いても透明水彩ってねこの水の扱いが結構難しいので気分屋なんですよね。今回はそういう風に言ってほしくなかったっていう水の垂れ方をする時もあるし、こういい感じに混ざり合ってくれる時もあるしね。各テーマは同じでもやっぱ各日にちとか、まあ、時間帯気分とかによってイラストもね大きく変わっていくのがもう本当にねアートのいいところだなって改めて思いますよね。で、まあ話変わるんですけど、質問とかで普段描いてる絵の保管方法を教えてくださいということなんですけども、こういう水彩の作品とか紙に描いたものっていうのは基本的にクリアファイルに閉じております。1枚ずつね。で、キャンバスの作品とかモリモリ系とかはアルミの棚に1点ずつ置いたりしてます。あとは立てかけたりとかしてますね。 Amazon とかでね売ってるもう本当にね簡単なやつに乾いてないものとか、あと立体作品とかは保管してて、まあいっぱいになってきたら日がね当たらないところに立てておいたりとか、あとご購入予定があるものに関してはホコリがつかないようにプチプチで包んだりしております。まあ、こんな感じでね、私1日に1枚は絶対描いてて、多い時は 3,4 枚描く時もあるので、もうマジでね踏み場がない時もありますね。地面に、ね、そのまま置いたりしてる時もあります。はい、そんな感じでね話はずれたんですけど、もうすぐ完成です。ここまでありがとうございました。マジでね透明水彩すごい描きやすいし、心もね癒されながら描ける素敵な画材だと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。じゃあ他の動画でもお会いいたしましょう。バイバイ。